こんにちは、アラサー夫婦です。今回は、共働きアラサー夫婦セミリタイヤ目標金額達成総資産公開っていうテーマでお伝えしていきます。今回はアラサー夫婦の総資産がセミリタイヤの目標金額に到達しましたので、公開していきたいと思います。資産配分から運用実績まで全て包み隠さずご紹介していきます。そして、1年前から比べると資産がなんと倍増していましたので、 これだけ増えた要因についても解説していきたいと思います。このチャンネルでは私たちアラサー夫婦が沖縄移住しセミリタイヤするまでの過程を日々発信しております。投資やセミリタイヤに興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速ですが、まずはじめにアラサー夫婦の目標資産額についてご紹介していきます。私たちの目標資産は2000万円です。 え、2000万円でセミリタイヤってできるのって思う方もいらっしゃるかもしれませんが2000万円で考えておりますただもともとはですね3000万円の資産でセミリタイヤしようと考えてましたそこから変わった理由については左に載しているですね30代2000万円セミリタイヤプラン変更という動画の中で詳しくご紹介してますその内容の一部を下に載しておりますこれがですねセミリタイヤ後の収支になります このセミリタイヤ後の収支をもとにですね、資産2000万円でもセミリタイヤ可能だという決断に至りました。ではここからですね、現在の総資産について1年前と比較しながらご紹介していきたいと思います。左側のしておりますのが1年前の総資産のですね、内訳になります。この時ですね、合計1080万円の資産がありました。内訳としては株式が60万円、現金が900万円、 そして退職金が120万円です。この退職金も資産の中に含めている理由は後ほどご紹介します。なので1年前はですね、資産のなんと83%も,もう現金だったんですよね。退職金まで入れると、まあほぼほぼもう90%以上現金だったというわけなんですね。ここから約1年経った現状ですね。見ていきましょう。こちらですね、資産の内訳としてはもうガラッと変わりました。 株式が79%、現金が13%、退職金が8%です。それぞれの金額はこちらです。現状、株式は1647万円、現金は270万円、退職金が158万円、合計2075万円まで増えました。この1年で約1000万円が増えたということです。 つまりは倍増したということですね。本当にこの1年で資産を大きく増やすことができました。ここからはそれぞれの資産について詳しくご紹介していきます。まず現金ですね。現金は900万円から270万円とですね、大きく減らすことができましたで。これはですね、2020年、昨年から本格的に投資を開始したっていうのが大きな理由ですね。 1>, 1年前は積み立てニーサのみやっていたのでそれ以外のですね投資っていうのは全くしてなかったんですねなので昨年から本格的にですね蓄えてきた現金をですね株式に投資していったっていうことですねそして昨年のですね1年間の投資額は1000万円以上を超えてました詳しくは左下のですね「絶対真似しないで1年間の投資額に引いた話」っていう動画で詳しく解説してますので気になる方はそちらも見ていただけたらと思います そして、現在はですね、現金は比率ではなく金額で管理しているっていう状況ですね。どうしても資産が多くなればなるほどですね、この比率っていうのが大きくなってしまうので、生活防衛費として250万円を確保し、それ以上の分はですね、余剰資金として投資に回すようにしております。今後もこの方針で投資していきたいと思っております。続いて、退職金についてです。 退職金は125万円から158万円に増えておりましたこちらは私の勤めている会社で中小企業退職金教材というものに入っているんですねこちらは毎月3万円積み立てすることができてうち会社が5000円自分で2万5000円を出してですね積み立てているものなんですねなので資産の中に含めさせていただいてます こちらのいいところは1%の利回りで確実に運用してくれてなおかつ転引きでされるので課税所得が軽減されるっていうところですねただ現在は収録から集合勤務に減らしたこともあって給料が少なくなったので現在は会社分の5000円のみ積み立て中ですちなみにこの退職金を使って沖縄移住の費用にしようと考えております続いて株式ですね皆さんの気になるところではあると思います こちらはですね、1年前は60万円だったんですけど、現在は1647万円に増えております。それぞれ内訳見ていきましょう。まず一番比率として大きいのは、米国の広配当株 BTF ですね。SPYD、HDV、VYM、あと VIG も含めさせていただいてます。こちらに現状890万円投資をしております。比率としては54%になってますね。 続いて、日本の後配当株。こちらは SBI ューモバイル証券を使って、現在37名柄に分散して投資しております。こちらが339万円です。なので、この日米の後配当株だけで1200万円を超えていて、比率としても75%になっている状況ですね。なので、かなり後配当株投資に比重を置いております。 続いて、投資信託ですね。こちらは積み立てニ、えーサや、一部特定口座で運用しているものですね。楽天 VT や楽天 VTI 等ですね。こちらが313万円になっております。そして、一部米国の ETF ですね。VOO S&P500 に連動する ETF と、トリプル Q NASDAQ100 指数に連動する ETF ですね。こちらが現在74万円です。最後に BDC 銘柄に32万円ですね。まあ、約2%程度保有しているっていう状況です。 現状1647万円のうち含み益としては現在358万円程度になっておりましたね。かなりこの1年で含み益を多く作ることができました。こちらが私たち荒沢夫婦が保有している銘柄の一覧になりますで。また止めてゆっくり見ていただけたらと思いますが、基本的に保有している銘柄はすべて含み益になっていますね。 一部日本の高配当株で含み損になっているものもありますが、まあ、高配当株とか投資信託、ETF、BDC 銘柄すべて含み益になっております。一番右側に損益率ものをしておりますが、損益率もすべてもう10%以上になってますね。この中で一番リターンが良かった銘柄はこちらです。トリプル Q でございますね。 やはりナスダック100指数に連動する今をときめく GAFAM がですね多く入っている銘柄になりますねこちらの損益率が55.7%ですちょうど1年前ぐらいにこうまとめて購入してまあそこからは一切追加投資しないで保有していたのでまあこれだけ高くなっているっていう状況ですね続いて2番目にいいのが こちら SPYD ですね46.8%です最近ですね最高値もどんどん更新していって私たちの含み益も現在100万円を超えているっていう状況ですね前回3月の分配金も60%の増配をしてくれたので、まあ、このですね6月の分配金も期待してですねインカムキャピタル両方狙えるような状態をですね作っていけたらなと思っております ここでは日本の後配当株のそれぞれ37銘柄については割愛させていただいておりますがこちらの動画1年間日本語話で日本後配当株270万円投資した結果というところで詳しく銘柄ポートフォリオをご紹介してますので気になる方はこちらも見てみてくださいではここからはですねなぜこれだけ資産1000万円程度をですね増やすことができたのかについて解説していきたいと思いますまずは貯金ですね 私たちはこの昨年の7月からですね、家計簿を本格的につけ始めました。で、そのですね、家計簿をつけてきた推移がこちらのですね、グラフになっております。赤色が支出で、青色が収入ですね。基本的には支出が増える月もあったんですけど、もうずっとですね、毎月黒字をキープすることができました。7月以前ですね、家計簿つけれてないところもあるんですけど、大体ですね、計算してみると、この1年間で、 約520万円程度を貯金することができましたこうまとめてですね出してみると結構な金額貯金できてたんだなというふうに思います私たちの世帯年収はそこまで高くないのでまあ、これだけ貯金できたのはまあ非常に大きかったかなと思います なのでそれまで貯めていたまあ貯金ですね900万円とまあこの1年間で毎月毎月貯めてきた貯蓄をですねまあそれぞれ投資に回していってまあ資産を増やすことができたっていうところですね続いては配当金ですねこれまで受け取ってきた配当金の総額はこちらのグラフのようになっております合計は21万9255円ですねこの配当金はですねすべて再投資をしている状況です なので、配当金を再投資して、再投資したものもですね、まあ、株価が上がっているので、まあ、配当再投資、福利の恩恵を受けられているっていう状況ですね。今後、受け取れる配当金の金額はですね、かなりここから増えていって、現状は1年間の配当総額、税引き前ですが、52万3476円になっております。なので、まあ、毎年ですね、税引き後でも38万円程度は受け取れる予定になっておりますので、 こちらの配当金もセミリタイアするまではしっかり再投資していきたいと思っております。ここで資産が倍増した要因についてまとめておきます。まずは貯蓄プラス配当金再投資プラス株価の上昇この3つが重なったのが大きかったかなと思います。 まず貯蓄については、ここまでご紹介してきた通り、まあ、ある程度の種線、900万円程度の種線を作っていたっていうのと、まあ、毎月家計簿で黒字にすることができて、投資に回す金額を毎月生み出すことができたっていうのが、まずベースとして大きいかなと思います。そして、いただいた配当金は再投資をして、複利の恩恵を受けていました。 そして株価の上昇ですね。まあ、これは相場によるところにはなるんですけど、まあ、これが非常にこの1年間は良かったのかなというふうに思っております。ちょうど投資を始めたタイミングも、ですねこのコロナショックで株価が割安な状況になっていたというところで始めたのも大きかったかもしれません。ただ、ですねベースとしてはこの貯蓄と配当金再投資というところをですねしっかりしていたので、まあ、この恩恵を受けることができたのかなというふうに考えております。 そして、副収入を増加することができて、入金力をアップできたっていうのも非常に大きいかなと思います。この YouTube やアフィリエイト、まあ、フリマアプリでの販売等ですね、いろいろ今、副収入を作るために頑張っております。その成果も少しずつ実ってきてですね、投資に回せる金額が増えてきました。そして、株価低迷中も自動積み立て、プラスコツコツ買い増しをし続けたっていうところですね。 これはコロナショック中ですね、株価がどんどん下がっていく中でもですね、自動積み立てをして、なおかつ、こう、含み損を抱えていてもですね、まあ、コツコツ、後輩当株や、まあ、インデックスファンドを買い増していったっていうのが、まあ、それができたのが非常に大きかったかなと思います。まあ、そのおかげでですね、まあ、現在の上昇相場でのアクセルを受けられているっていうことですね。まあ、これは、まあ、ジェレミー・シーゲルさんのお言葉をお借りしております。 まあここまで資産が倍増した要因についてご紹介しましたが、本当にですね、資金を投入するタイミングがまあたまたま良かったって言われれば、それまでなんですけど、ただですね、投資方法は本当にシンプルで、購入したらもう長期保有、ただこれだけをしてきたんですよね。特別どこかでこう短期売買をしたりとか、トレードをしたりとか、そういったですね、特別なことっていうのはしていないんですよね。 なので、この1年間はしっかり購入したものを長期保有してですね、淡々と買いましていきながらも、副収入をですね、しっかり作って入金力をアップしていく。ただ、これだけを実践してきた結果ですね。最後に今後の運用方針とセミリタイアプランについてご紹介していきます。目標の資産額の2000万円は無事達成することができたんですけど、ただですね、まあ私自身少し気になっている点が、この2つですね。 まずは、奨学金が夫婦合わせて約100万円程度残っているっていうことです。この奨学金は現在無利子なので、まあ、ゆっくり返していこうかなというふうに、まあ、プランの中でも考えていてですね、セミリタイア後の収支の中にも、この奨学金は入れていたんですけど、まあ、せっかくですね、少し早めにこの目標資産額達成することができたので、まあ、この奨学金分の100万円をですね、もう少し蓄えて、まあ、一括で返済してもいいのかなというふうに思っております。 そして、プラスでですね、沖縄移住の費用ですね、こちら現在150万円程度で考えております。 この移住費用に関しても実は退職金を使ってですねこの移住費用に充てようと考えていたんですけど、まあ、せっかくであればですねこの移住費用分の150万円も蓄えることができれば、まあ、沖縄移住してちゃんと2000万円資産がある状態でですねスタートすることができるので、まあ、それもですね安全プランとして考えていこうかなというふうに思っております。 なので年内にですね目標をただでさえですね2000万円という少ない資産で、えー、移住までしてですね奨学金を背負っているっていうのは、まあ、少しですねリスクが高いっていうところもありますので、まあ、少し安全牌を取ってですね、まあ、2250万円ぐらいに増やしていこうかなというふうに思っております。 あとですね、運用方針に関しては、結構ですね、この資産額っていうところに結構注目しがちではあるんですけど、私たち自身は配当金のこう受け取れる金額をこうもう少し重視していこうかなというふうに思います。というのもですね、現在の相場がいいおかげでですね、かなり含み益の恩恵を受けてですね、この資産2000万円を超えているっていう状況なんですよね。 でこの含み益っていうのはもう相場が悪くなればですねその分資産が減ってしまうのでかなり不安定ですよねなのでそうではなくてですねその相場よりは安定しているこの毎年受け取れる配当金の金額をこうどんどん増やしていくっていうところをもう少しですね重視していきたいなというふうに思っております そうすることで仮に相場が悪くなってですね、資産額がこう減ったとしてもですね、ある程度年間の受け取れる配当金が確保されていれば、セミリタイヤに踏み切りやすいと思うんですよね。そして私たちの沖縄移住するタイミングとしては、2022年の春にはしたいなというふうに思っております。 現状なかなかですね、沖縄に行って、こう、家を探したりとか、仕事を探したりとか、まあ、どこら辺に住もうかとかですね、まあ、そういったところが全くできてないので、まあ、遅くても、来年の春までには沖縄移住したいなと思っております。そして、セミリタイヤをしていく上で、少し注意しておきたいのが、このワンモアイヤーシンドロームですね。こちらは、セミリタイヤ直前になるとですね、あと1年。 あと1年働けば資産を増やすことができて、より安全にセミリタイアできるっていう風に思ってしまう症候群ですね。こういったものがアメリカではあるようです。ある程度時期と資産を決めておく必要があるかなと思います。こちらに関しては、ダイウィズゼロというですね、有名な本にもこの時期を決めるっていうのが大事という風に書かれておりました。 そして最後にですが今後はですね週4勤務にですね減らして移住準備とかあとは現在やっている副業を強化していくっていう風にですね少しずつシフトしていけたらなとは思っておりますここでお知らせですこちらはオックスフォードクラブジャパンさんが発行されている永久に持っておきたい6つの後輩当米国株っていう特別レポートですねこちらすでに多くの方に読んでいただき嬉しいです こちらのレポートは無料メルマガを登録するだけでただでゲットすることができます。実際に6つの銘柄をただ教えてもらえるだけじゃなくてどういうふうにですね、プロの投資家の方が分析しているのかっていうのがすごい勉強になるレポートになってますのでまだゲットされていない方は概要欄のリンクから飛んでぜひ読んでみてください。 はい今回は以上になりまます最後までごご視聴ありがとうございました、まあ、今回はですね目標資産額に無事達成することができましたというですね、まあ、報告動画という形でさせていただきました今後はもう少しだけ資金を蓄えて、まあですね、よりいい成功率を上げるっていうところで、まあ、奨学金の返済とあとは移住費を確保していくっていう形でですねもう少し頑張っていきたいなというふうに思っております さて、毎回恒例の沖縄トークに行きましょう。今回はですね、最近私たちがよく空いている時間にしているこう物件探しですねで。物件探しってネットでやっているだけでめちゃくちゃ楽しいんですよね。なんかいろんなところのこう部屋をですね、あの見てこうどういう風にですね、住もうかとかですね、イメージをするだけでめちゃめちゃワクワクしますよね。最近見つけたのがこれですね、これ名護市に確かあった物件だったんですけど、これめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。 1LDK で、まあ、結構ですねリビングも広くて洋室も6.2畳あってですねなんとこれがですね4万6,000円なんですよねめちゃめちゃ安いですよねあの、まあ、こんな物件がですねこう沖縄で住めるんだったらすごいいいなっていうふうに思いますね 1> 今 1K のコスマイ7.5畳の部屋に2人で住んでるんで、まあ、この 1LDK になっただけですごい幸福度が上がると思うんで、まあ、引き続きですねちょっと物件もですね探しながらちょっと沖縄移住に向けてですね少しずつ近づいていけたらなと思いますでは今回は以上になりますまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ